K-1 ワールドグランプリ2020ジャパン9月22日アベマで13時から生中継。今大会はアベマプレミアム会員限定で木村実解説のアンポルキア戦を放送後に楽しめる。さあ軽量級55キログラムの戦いです。ローキックから入った赤いグローブが田中和樹、対する青いグローブサウスポースタイル黒いトランクスが力也です。さあ力也の方は大前力也というリングネームで戦ってきたんですけれどもね、まあ、今回から心機一転、はい、リングネームを変えて試合に臨んでるんですけど、はい、まあ、すごく力也選手、まあ、散財能力だったりポテンシャルの高さというのはすごくみんなが認めているところなんですけども、なかなかこうそれが結果に結びついてなくて、まあ、そういう意味でも、まあ、リングネームを変えてまたここから新たなスタートというか心境もあるんじゃないですかね。そうでしょうね。おお、この今ちょうどお話の背中、はい、うまく右のストレートカウンターで当てて、はい、まあ、タイミングのパンチだったと思うんですけども、ダウン取りましたね。そうですね、それほどダメージはないように思われます、はい、田中。ただこれでリズムをつかむということもあると思うので、力也選手としてはいいスタートだったんじゃないですかね。まず一つアドバンテージを握ったということになります。さらに右のストレート、左のミドルキック、田中が前に出てくる。これはもう挽回しようという気持ち、はい、その1点ですね。田中選手ダウン取られた後も勢いよく行ってて、ちょっと見てていいですね。そうですね、はい、いやでももう一度続けざまにというパンチ力也が放っていきます。左ミドルは空を切りましたがすぐに構え直す力也は KSS 牽制官、田中和樹は月進会の所属、ともに西日本からの殴り込みということになるんですよね。やっぱりこういうところで勝って自分の存在感をアピールしたいところでしょうね、はい、チャンスが少ない中での関東地区での戦いです、はい、力也選手すごく手数出してどんどん前に出てるのはいいんですけど、はい、ちょっとなんかクリーンヒットが少ないですよね。あ、そうですか、はい、田中選手が結構しっかりガードして、はい、逆にパンチ打ち返していってるんで、あ、逆にそうですね、今左フックが当たりましたね。田中のパンチちょっと近い距離での打ち合いになると田中選手の回転の速いフックの方が分がいいかもしれないですね。完全に逆襲に出ていますね、はい、田中がまたガードも高くして左フック当たっています。まあ、力也選手が、まあ、ワンツー系のこう真っすぐのパンチが多いんですけど、はい、そこにうまく田中選手がフックを合わせてそれをちょっと今効かせてるっていうような状況じゃないですかね。効かせるパンチでいうと田中、はい、ちょっと足元がふらついてるのは力也選手の方なので、はい、まあ、ダウンのポイントはあったにせよ、はい、もしかしたらダメージは力也選手の方にあるかもしれないですね。手数では力也と言えそうなんですけれどもね、はい、田中が一打の正確性、ここも右ダメージを奪ったのは田中の方でしょうか。そうですね、タイミングあったパンチでダウン取ったんですけども、はい、ちょっとその後は田中選手の方がいいラウンドにしたんじゃないですかね。パンチの重み、そして捉えたということでは田中、中村さん、はい、この当たりもそうじゃないですか。そうですね、もうむしろ田中選手としてはどんどん打ち合ってこいって感じじゃないですかね。そうですね、はい、その中でこそ桂を見出す、はい、そんなタイプに見えます。でまた田中タフですね。そうですね、 K1 甲子園2008西日本の第3位が赤いグローブの田中です。グローブ空手の老舗、新空手の全日本グランプリになります K2 軽量級王者が力也。一旦距離を取ります力也、左ミドル、そして右を落としていくんですけれども、自分の距離にするのがここから田中なんですね。そうですね、まあ、ちょっと力也選手、まあ、近い距離でパンチとローで打ち合っている場面が多いので、まあ、少し距離を取って左ミドルを切る、そういう時間を作ってもいいと思うんですけどね。なるほど、はい、やっぱりその一辺倒にならずに、まあ、そうですね、まあ、ずっと同じ攻撃繰り返されると相手も大体分かってきますから、はい、まあ、そのペースを変えるという意味でもちょっと戦い方を変えるのも必要なのかもしれないですね。あ、田中の方が逆に一つ思い切りのいいアッパーなども繰り出すようになってきています、
ちょっとこう気持ち的にも田中選手の方が乗ってきてるんじゃないですかね。押してますよね、これは。蹴りの距離も力也にとっては接近戦ではやや中途半端になります、はい、近くになると田中上体を揺らす。そこからフェイント気味の蹴り、力也。ここは膝の打ち合いになります。残りがあと1分10秒、第2ラウンド、試合は中盤です。この辺りからどう構成に持ち込んでいくのかというのが2人にとってそうですね、オーバックフローです。こういうのがあるっていうのもちょっと怖いですよね、田中選手は。回転系の技、ここでタイムストップです。 あれですね、 K1 ルールの場合は両手で相手を掴んで膝蹴りを打つのは反則なので、それで今あのレフリーから反則の注意が与えられましたね、はい、口頭注意になりますね、はい。まあ、ただこういう場面を見てるとちょっと自分の思い通りに試合が進んでないのかなというような気がしますね、はい、何か苛立ちのようなものも力也から伝わってきます、はい、力也はここまで1勝3敗3引き分け、田中の方は2戦して1勝1敗。あ、ここで今度は両者に注意打ち、はい、ここから積極的に手数を増やせるのはどちらなのか。赤田中右アッパー、あの右引いたんじゃないですかね。相打ちもありますが、はい、力也選手とパンチも当たってるんですけどね。有効だ、力也が倒れた、倒れます。これ相当効いてるんじゃないですかね。完全にこれも足に来てますね、はいはい、ダウンになった右のパンチ以外にもだいぶクリーンヒットがあったんで、はい、ちょっと足元がだいぶ落ち着いてない感じがしますよね。いや、でも驚きました、はい、今もちょっとふらついてましたよね。マウスピースを確かめるような動き、力也です。最終第3ラウンド、田中としてはもう、はい、もうこのまま、はい、倒したいでしょうね。力也の体、右のフックで投げ倒された。ここで倒れ投入です。 TKO 勝利。